1月15日、マダガスカルの天気です。ベレンティ、雨、最高気温36度、最低気温23度です。で、天気予報を見ると、来週の日曜日まで1週間以上、ずっと雨が続きます。マダガスカルの南西部は、乾燥地帯なんですけれども、この12月、1月だけは雨季になります。一番暑い時期ですね。まあ、月間250ミリ雨が降るということなので結構降りますね。まあ、真夏の暑い時には水をたっぷりあげてもいいということがわかります。で、この辺のユーフォルビアとかアキポティウムとかこの辺を見てると、ベレンティあたり、マダガスカルの棘の森に思いを馳せたくなりますね。で、これパキポディウム、ゲアイーですけれども、あとは自宅で管理しているグラキリスなんかも寒さには結構強いです。この時期でも、室内管理ではありますけれども、葉っぱを落としてないですね。まあ、日本に来てから長いから、日本の寒さに耐性がついたのかもしれないですけど、ユーフォルビア、グラディデンス。もう、グラディデンスは、寒さに弱いということなんですけれども、この時期、水を切ってたら葉先からこう、枯れ込んできますね。ちゃんと寝てないというような感じがします。実際、日本でも昨日、今日暖かかったんで、最高気温が15度ぐらいになったので、チャンスと思って水やりをしました。両方です。すると、この葉っぱが、1日で、ちゃんとした感じがありますね。まあ、寒さに結構強いんだと思います。こう、寒い時期が続いてて、小春日より暖かい日があったりすると、そういう時は水やりチャンス。なので水をやった方がいいんじゃないかと思います。水のやりすぎはもちろん、根腐れの原因になりますけど、冬の中で暖かい日を見つけた時は、水やり挑戦してみてもいいんじゃないでしょうか。それでは皆さん、良い一日を。